お忘れなく。弟の琴恵はいつでもどこでも俺の後にひっついてくる。兄さん、兄さん、兄さん、お風呂も寝るのも一緒がいいらしい。このままでは将来が心配なので。あのさ、琴恵が自主的にしたいこととかねえのか？俺が付き合うよ。え？いいの？僕のしたいことに兄さんを付き合わせても？おう、すごい嬉しそう。可愛いよな。じゃあまず生命と青龍関羽を血祭りにしてから、あと兄さんに近づくやつ老若男女問わず全員斬殺。ストップ。もう一回平和的な考えで。あ、はい、再提出。新鮮みなし考えつかねえ子ってやっぱ癒しだな。